おはようございます。今日も、相場は終わりました。モンサテはお休みみたいですね。テクニカルの解説をしたいと思います。まず15分足からです。寄り付きで、上昇していきまして、今日は、81.5 付近をつけたところですね。一旦戻り売りが入りまして、200円目の沿った展開で続きまして、その後に下落、ダブルボトムをつけたところで上昇に転じて、81.2 付近ですで今終了です。値幅的には 68.9 ピップスですね。続いてですね、1時間足を見てみたいと思います。1時間足はですね、少々お待ちください。こんな風になっておりまして、この、水曜日と今日のですね安値を結んだ 38.2% でですね戻り売りが入っているのが分かりますね。そしてここでダブルボトムで小反発というような感じで終わっております。こちらのボトムの方は81円ですね。81円で80円台には届かなかった。若干割ったところもありましたが、81円が締めでサポートになっているのがわかると思います。そして日足で見るとですね、こんなになっております。半値戻しでですね、今日は、陰線でしたね。陰線じゃないかというか、半値戻しでこらえてるというような感じになっておりますね。これが今日のドル円でした。そしてユーロを見てみたいと思います。少々お待ちください。まずユーロですね、15分足から見てみたいと思います。ユーロ15分足、今日はですね R1、R2 か R2 の一歩手前でですねまで行き、下はですねこうアジアタイムに底値をつけたんですが、1.476 ぐらいですかねのあたりが底値になって、欧州タイム、アメリカタイムと上昇してきました。途中ですね、ボリンジャーで支えたりですね、この辺で黄色の200円ですねで反発しているのがわかると思います。そしてポイボット付近で終了。値幅的には 139.8 ピップスですね。上に下にとなかなか大きな流れというか、アジアで底をつけてアメリカで高値をつけるというような展開に終始しました。1時間足はこんな、15分足でして今のが1時間足で見るとこんな感じ。木曜日の高値と、金曜日の高値でダブルトップになるかと思いましたが、今日は若干突破しましたね。これがトリプルトップになるか、もう一段高あるか、今週の FOMC など、またイギリスの政策金利、そして総裁の会見などもありますので注目ですね。アメリカ株や、オイルなどは売られている展開になっております。今週後半の重要イベントを控えて、調整売りなども入っているのかと思われます。そして4時間足で見るとこんな感じになっておりまして、ワンツー、金曜日のというか、ここで先週の高値と見ると、まだダブルトップにも見えなくはないというような感じですね。そして日足で見ると、こんな感じになっておりまして、天井感があるのが分かりますね。しかしどうなるか、まだ警戒した方がいいと思います。ウィークリー足で見てもこんな感じ。このですね、去年のこの高値をですね、トライするような展開をまだ見ておりますが、どうなるか注目ですね。以上が、今週のまとめでした。今週というか今日のまとめでして、いつものようにブログの説明をしたいと思います。ブログはですね、まず左の上、いつもデイトレーダーロックスターさんのね、ライブショー、アメリカタイムだけですが、ライブでね、テクニカル解説やっております。今日はフロリダでバケーションを行っているようで、今日は代理の方がやってましたが、いつもね、素晴らしいね、テクニカル解説と、私もね、今ね、喋り方がね、ボイストレーニング、今日ちょっと黙ってますが、とか、とか言っちゃうのが多いんで、今、抑えてね、なるべくそういうとかとか喋らないようなね、スピーチの練習をしてるんですが、そうするとなかなか喋れなくなって困ってるんですが、とか言っちゃダメなんですよ。とかとか言わないようにね、どうやって喋れるようになるか、今、とかとか言おうとすると、ぐっとこらえようとするんで、なかなか今日は喋れないんですが、なんとか頑張ってる次第でおります。まあそういうふうに、デイトレーダーロックスターさんは若い頃にね、DJ もやってたんで、タウンのね、海賊版というか、そういうナイアクというニューヨークの隣の町なんですが、まああたの隣、ハドソン川をね、挟んだ反対の町での、パイロットレディオショーのホストをやってたんで、喋りもうまいしね、トレードもうまいしね、もう20年近くやってるんでね、非常に相場の心理とかね、喋り方がうまいんで、そういう聞くとなかなか参考になります。まあそういうことで、長いんでそれぐらいにしといてですね、あとは、こちらね、ずっと来ましてですね、YouTube とFacebook を力入れておりますんで、YouTube もね、なかなかお気に入りの人をね、自分の思ったようなね、サブスクリプションすると、いろんな YouTube が自動的にね、レコメンデーションしてくれるんで、情報もね、すごく入るしね、自分でやっぱりね、とか言っちゃったビデオとか作ってるとね、自分の、じゃないよチャートとかね、見方とかもね、違って見えるようになりますよ。やっぱりビデオで録画して自分で喋ってるのを聞いてるとね、いろいろ参考になりますんで、作ってみていいと思いますよ。それでよかったらですね、じゃないよサブスクライブしていただけるとありがたいです。こちらね、じゃないんでモンサーテの予想とユーロドルは毎日やってます。デイリーでね。で、福島とか、ってすぐ行っちゃうんだね。福島とかのビデオを作るとですね、すごく人気が出てくるんですね。ダウンロードの数も増えてきました。よかったらサブスクライブしていただけるとありがたいです。そして Facebook の方も、見ていただきますとこんな感じになっておりまして、今日はですね、このビデオ .com でしたっけ、ビデオニュース .com ですよね、丸木、この方をね、面白くて見てるんですが、ゲームを生きること、まともに生きること、政治家のうつと、まあ不正とかね、日本はね、本当にひどいですからね、例えばブログランなんかもそうですよね。ブログランキングなんてね、ほとんど9割以上がやらせだしね。で、1位の方見てると、ブログの内容なんか、まるっきりなくてね、アフィリ業者のね、FX 業者のね、宣伝ばっかりでしょ。そんなの平気で、あれですよ、ランキング業者に買収するんだかなんか知らないですけど、FX 業者やね、アフィリ業者がお金でも渡して、平気でね、人気ブロガー、人気トレーダーのようなね、ことを言ってね、もう、業者の宣伝ばっかりしてるわけですよ。そういうね、不正、日本は不正が、そういうのがね、平気でやってるのが多いですから、もう人を騙したりね、なんとも思ってない世の中いっぱいいるわけですよ。それもね、一流大学ですよ。上智大学とか、早稲田大学、慶応大学。そういう一流大学出ても平気なんですからね、もうそういう人を騙したりね、もうランキングの一流とごまかしたりね、お金を渡してね、ランキングの上位独占したりね、もう昔もそうでしたよ、歌番組とかでもね、なんかザ・ベスト10とか行ってね、トップ20とかね、上位はなんかわけのわかんないアイドル歌手がいきなり出て、あんなのみんなレコード会社が買収してね、組織を作ってね、無理やりわけのわかんないアイドル歌手をね、上位に持ってきて、あ、この人たちは人気があるんだなと。ね、秋元康とかいるでしょ、あんなわけのわかんないプロデューサーが。あれなんか昔はおにゃんことかやってね、気持ち悪いなんかアイドルっぽいのいっぱい作って、今は AKB でしょ。もう何やってんだか全くよくわけはわかりませんが、本当にそういうね、日本はね、政治だけじゃないんですよ。ね、東京電力と政府と東京大学の癒着だけじゃないんですよ。もう日本の社会全体がもう腐ってるからね。だから原発の問題も起こるし、1000兆円のね、世界一の赤字を、借金を抱えてもね、なんとも思わないね、国民が生まれてしまうんじゃないかなというように思います。まあ、そういうね、ビデオとかね、いろいろこう貼り付けてるんで、これね、さっき言った話し方のレッスン。この人も、A とか NO とか言っちゃうのは、ぐっと黙ってね、こらえて喋るといいこと言ってましたね。こういうビデオとか。この人はイギリス人ですが、福島原発のことを毎日喋ってます。まあ、こういういろんなビデオを紹介できるのが Facebook のいいところなんでね、よかったら Facebook も友達登録してもらえるとありがたいです。ということでですね、話し方も勉強しながらこれから頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。